ッターは大久保です。そしてピッチャー杉山はそのまま続投です。これも迫力のある場面ですよ。大久保君ももうとりあえず先に振ってきますからね。わずかに2年前の5月までライオンズのユニフォームを着ていた大久保です。あ、ここはホームランだけ打たれなきゃいいわけですから、意外に楽は楽ですよね。次岡崎、ピンチランナーに屋敷がまだ残ってますけどね。屋敷はもう守備が出てますね、はい、ピンチランナーがいないんですよね。そうすると大時ぐらいですか。だから歩かしてもいいぐらいの気持ちで大きく使えるんですね。初球は低めにわずかに外れました。ボール。1985年のライオンズのドラフト1位が今バッターボックスの大久保。翌年ドラフト1位で入ってきたのは清原です。清原の1年先輩でしたライオンズではバッターボックスの大久保です。思い切って振ってきました。空振り、ワンエンドワン。好きなところなんですけどね、大久保の、うん、ですね、ホームランをするゾーンなんですよ。真ん中から下面の低いところ、少なくともバーンと大きなファールが行くところなんですよね。それが前飛ばないということはかなり球が速いんじゃないかと。今度は変化球、ツーエンドワン。ジャイアンツこのまま敗れてしまうのか、あるいはこの大久保にミラクルの打球が生まれるか。勝ち越しのヒットを放った清原、石井も見つめます。ファインプレーがあった辻、守備固めに入った奈良原、みんなが見つめるマウンド上には杉山の姿があります。ツーエンドマンと追い込みました。マウンド上の杉山、運命の4球目、高めの球、打ったぞ、大きく伸びているぞ。長嶋監督が迎えます。思い出の西武ライオンズ球場でとんでもない仕事をやってくれました大久保。土壇場ツーアウトから同点のホームラン。うわー、まだ何か呆然とした感じの大久保。あ、今吉村と抱き合いました。高めのとんでもない高い球じゃないですかこれは。いやー、この日本シリーズは何が起こるか分かりません。9回のツーアウトランナーなしの松田で追い詰められました。三塁ベンチ全員がガッツポーズ。この余韻でまだピッチャーの杉山が次の岡崎に投げることができません。今ようやく岡崎も打席に入りました。大木さん、これ結果論ですけれど、大久保のところで石井という線はなかったんでしょうかね。まあ、考えたと思いますけども、杉山のですね、松井に対する投球がですね非常に良かった、調子がいいということですね。はい、そうでしたね、三球三振。それともう一人は、あと左、打席に立っている岡崎というね、まあ、これがあったんだと思いますが。小林製薬とご覧のスポンサーでお送りします。はい、大久保選手のホームランの話なんですがね、
ベンチに帰ってからもしばらく興奮したままでね、はい、コメントを取れるような状態じゃなかったんですが、ようやくコメントが取れました、はい。まあ、確かにね、ツーストライク追い込まれるまでは同点ホーマーをね打ってやろうと思っていたそうなんですよ、はい。ただもうツーストライクにね追い込まれた後はただ何も考えずに無心に打ったということなんですね。もう打った瞬間に入ると思ったそうです。会心のホームラン談話の大久保選手です。さあ、そしてバッターボックスには篠塚です。